ちは。この動画チャンネルをご覧くださりありがとうございます。さて、神戸から小1時間ぐらいのドライブで行くことができる赤穂温泉です。赤穂尾崎という岩場の岬にある温泉地です。今回は潮騒キララ小吉さんを訪問、日帰り温泉を楽しみました。その場でのランチの支度はできないので事前予約です。落ち着いたダイニングロビーです。コロナの影響もあって日帰り温泉利用客は私たちの一組の貸し切り状態でした。通常でしたら利用客は多いのです。お風呂に浸かった目の高さの先に海が見えます。伊江島諸島と赤穂の町が広がります。お風呂の中に大きな椅子が、びっくりしますね。この旅館小吉さんにはこだわりの椅子、いろいろな形をした椅子が置いてあります。風呂帰りに無料のアイスキャンデーのサービスがありました。ここからの夕日が綺麗です。部屋の様子や食事は資料映像です。部屋食とダイニング食が楽しめるようです。またこの温泉地から近い赤穂の城、四十七士の騎士の痕跡巡りも楽しみの一つです。12月には赤穂騎士祭り、柿祭りなどがあります。子供と一緒に楽しめる県立遊園地も近くにあり、赤穂の温泉は楽しいです。Thank you.